今回紹介するのは、バッサラ1小学館文庫という本です。なんとなく第1巻購入しましたが、一度読み始めると、どうしてもどうしても先が読みたくなって、書店が良い図面でした。主人公と一緒に、戦国の時代を駆け巡り、冒険し、成長し、恋をして、とにかくものすごく、 幸せな読書体験でしたこんなにハマった本に出会えたのは中学生ぶりです15年ぶりに毎日バッサラのことしか考えられない日々を過ごさせていただきました登場人物もとても魅力的だし何より局所局所に散りばめられた作者の言葉が心を勇気づけてくれます本当のこともあったさ多くが嘘で知らないことだらけでも 自分が惚れた少しの部分は真実だったと信じてやれよ元彼に言いたい言葉です。お己を信じて己を頼み己で道を決めよ。今の自分に聞く言葉です9。とにかく言葉の宝石箱のような作品です。最近元気なくなってるあるいは意欲を喪失している方々ぜひ手に取ってバッサラの世界に思い キリ浸っちゃってください。読み終わって、この世に帰ってきた時は、一回り大きくなっている自分に出会えるはずです。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。